段ボール箱を使って運動会用のおみこしを作りました。材料は A3 コピー紙の箱、蓋付きのもの、蓋2つです。それとトイレットペーパーの大きな箱、園芸用の支柱の太いのが2本です。まず屋根を作ります。屋根は A4 コピー紙の蓋をこのように2つ組み合わせてしっかりとボンドで留めます。乾いたら房をつける部分に穴を開けて、ここから房を通します。房が落ちるといけないので、中で段ボールの切れ端に結びつけて留めてあります。屋根の上には折り鶴をつけて、下の方にはキラキラのモールもつけました。金色のテープは、園芸用の防潮テープ、鳥よけのテープです。箱がバラバラにならないように防潮テープを裏で結び、その上からカラーガムテープを貼っています。おみこしは園芸用の支柱の上に置いて運びます。持ち手の部分は新聞紙や布で巻いておきましょう。固定していないので、バランスを取らないとこんな風におみこしが落ちてしまいます。コーンを回ったところで前後ろが交代します。ああ、隣も落としてしまいました。しっかりと棒に乗っているか確かめてから出発します。あっと、また落としました。向こうでも落としたようです。しっかりとバランスをとって、お、うまくいって、あー、やっぱり落ちました。なかなか難しいです。二人の協力が大切です。さあ、このチームはどうでしょう。お、うまく息を合わせて運ぶことができています。何度も落としましたが、壊れることはありませんでした。